ボリス・ディアウことボリス・ババカル・ディアウ・リフィオは、フランスのプロバスケットボール選手。NBA のサン・アントニオ・スパーズなどで活躍した。バルドワーズ兼コルメイユザン・パリジ出身。ナチュラルポジションは、スモール・フォワードだが、すべてのポジションをこなせる、ユーティリティープレイヤー。身長203センチメートル、体重104キログラム。パリの国立体育、スポーツ研究センターに入り、 トニー・パーカーやロニー・トゥリア・フラトであった。フランスの男子プロバスケットボールリーグ LNB の一部、通称プロ A で経験を積んだ後、また2000年のジュニアヨーロッパ選手権では優勝を果たした。サンアントニオス・パーズでのデ会う2003年の NBA ドラフトでアトランタホークスから全体21位指名を受けて NBA 入りした。 ホークスでは2003から04シーズンから2年間プレーしたがチームが低迷していたこともあり、好成績を残すようなことはなかった。2005年8月、ジョージョンソンとのサイントレードの一環でフェニックス・サンズへ移籍。2005から06シーズンは81試合の出場のうち70試合で先発出場。平均出場時間は35分に急増し、得点。 アシスト、リバウンドなど、ほとんどのカテゴリーで成績が急上昇した。特に攻守にわたる活躍と、複数のポジションを卒学こなすプレーは高く評価され、ユーティリティプレイヤーとして NBA ファンにその名を知らしめた。ディアウは、自身初となるプレーオフにも出場し、カンファレンス決勝での敗戦まで活躍は続いた。シーズンオフには、ミップを受賞するなど、飛躍のシーズンになった。 その後スタウダマイヤーが先発復帰するとディアウは主にシックスマンとして活躍した。2008年シーズン途中、ラジャベルと共にシャーロット・ボブ・キャッツに移籍し、翌シーズン、ジェラルド・ウォーレス、スティーブン・ジャクソンらとラリー・ブラウンヘッドコーチの下チーム創設6年目にして初のプレーオフ進出に貢献した。2012年3月21日、 ポール・サイラスヘッドコーチの構想から外れ、バイアウトで放出されると、2日後にシーズンの残りをサン・アントニオ・スパーズと契約した。2012年7月12日、2年920万ドルでスパーズとの契約を延長した。2013から14シーズンは、ユーロ選手権で優勝した際の好調差をそのまま維持し、スパーズのチームバスケットの重要な起点として活躍し、 マイアミヒートとの2年連続の対決となった NBA ファイナルでは第3戦からティアゴスプリッターに代わり先発出場。平均35分をプレーし、チーム最高の23アシスト、ティム・ダンカンに次ぐ43リバウンドを上げ、さらにマッチアップしたクリス・ボッシュを平均11、3得点に抑え、レブロン・ジェームズ、ドーエイン・ウェイドのスリー・キングスを分断することに成功。 ディアウが先発に入ったスパーズは3連勝を飾り、2014年6月15日、ヒート4勝1敗で下し、自身初のチャンピオンシップを獲得。最高のシーズンを締めくり、ディアウは影の MVP と称された。2016年7月5日、ユタジャズが2015年の NBA ドラフトの2巡目で、指名したオリビエ・ハンランの交渉権との引き換えで、ジャズに移籍。 2017年7月13日に解雇された。2017年9月13日、ルバロアメトロポリタンズと契約した。フランス代表でのディアウ2006年日本で開催された世界選手権にフランス代表として出場。当初サンアントニオスパーズに所属するとニーパーカーがキャプテンだったが骨折により開幕直前に離脱。そのためチームは ディアウをキャプテンに任命した。グループ A のフランスは3勝2敗の2位で、ファイナルラウンド進出を果たしたが、2回戦でギリシャに敗北。最終的には5位で大会を終えた。ディアウは、通算11.9得点、6リバウンド、2.4アシストの成績を残した。2005年ヨーロッパ選手権で、銅メダル。2011年ヨーロッパ選手権で、銀メダル。 2013年ヨーロッパ選手権では、トニー・パーカー、ニコラス・バトゥム、ナンド・デコロラと共に、金メダルを獲得した。2010年世界選手権、2012年ドンドンオリンピック、2014年フィバワールドカップ、2016年リオデジャネイロオリンピックにも出場。通常はフォワードだが、ポイントガードからセンターまでこなせる万能型である。 顕著であったのは2005から06シーズンで MVP のスティーブ・ナッシュが故障した際にポイントガードも受け持ちプレーオフでは平均18.7得点6.7リバウンド5.2アシストを記録しているこの飛躍したシーズンは平均13.3得点6.9リバウンド6.2アシストを記録し MIP を獲得したトリプルダブルが ジェイソン・キットとレブロン・ジェームズに次ぐ4回だったように、講師ともにチームへの貢献度は非常に高い。また、2012年6月には6度目のトリプルダブルを記録している。バスケットボール IQ が高く、他のプレイヤーを活かすプレーを得意とし、セレクションも適切でフィールドゴール成功率も高く、堅実さも持ち合わせている。特に、ゴール下でのピボットを使った、 ポンプフェイクからのフィンガーロールが得意である。2014年に所属のスパーズから10月25日に体重245ポンド以下を維持していれば15万ドル、オールスター後も同条件で15万ドル、4月1日時点は同条件で20万ドルの成功報酬が提示されたように体重を主に体調管理に難があり、体格の仕上がり、具合で、 プレーに差が出やすい傾向がある。ありがとうございます。